復興支援のためのプロジェクトって聞いたけど、正直まだ地元に戻りたくないわ。放射能が怖いし、もう新しい生活に慣れちゃったしさ。わかるよ。俺も最初は戻るつもりなかったんだ。でもさ、トレーラーホテルとか屋上テラスカフェができるって聞いて、ちょっと興味湧いてきたんだよね。そんなのできるの？すごいね。そうなんだ、トレーラーハウスって面白いね。ただの田舎町だから人が来るかな？いやいや、酒釣りとかさつまいものスイーツとか新しい特産品も開発してるらしいぜ。24時間営業のコンビニもできるって。マジで？それは良いね。屋上付きのトレーラーカフェなら登ってみたいな。トレーラーホテルもできるなら宿泊もできるね。そうなんだ。集客も企業誘致とかイベント開催も計画してるみたいだぞ。地元の事業者と協力して補助金も活用するって。なかなかいいね。みんなが安く利用できたら最高だね。町の復興支援になりそうだね。そうなんだ。持続可能な成長を目指してるらしいぞ。他の地域のモデルケースになるかもしれないって。そうなんだ。安全面はどうかな？それが新しいイベント広場は安全設備バッチリらしいぜ。防犯カメラも緊急避難設備も整ってるって。良いね。一度見に行ってみてもいいかな。新聞や雑誌やテレビに取材されると思うよ。そうだな。まだ企画段階だけど、うまくいってほしいな。地元が変わるかもしれないって、ちょっとワクワクするよ。